いやちょっと俺さ、今日怖い話したいんだけど、ごめんね、俺 NBA の話でもしようぜって書きながら、俺 NBA の話する気今日あんまなくてさ、俺、能登半島を2周回ったの。1周目この間、リスナーさんが来てって話したじゃん。で、リスナーさん必ず会いに来てくれて、でも俺その日、ラプターズの話でもしようぜやったんよね。だちょっと配信があるから、10時にはもう家着かなきゃいけないんです。で、わざわざこう東京からね、会いに来てくれたのに、俺2時間で、まあ、帰るっていうのも、まあちょっと申し訳ねえなと思って。で、まあ飲んでる最中に、明日どうするんですかって話になって。で、あ、実はまあ一人で能登半島行こうかなと思ってるんです。つって、あ、そうなんですね。僕も行きましょうかってなんか言っちゃったよね、俺。まあなんか申し訳ないのもあるし、でもシンプルになんか男2人旅ってすげえ面白そうだなと思って。で、旅もさ、俺、メキシコに3年前行ってからもうやってないよね、旅みたいなのを。久しぶりにそういうのしてえなと思って、能登半島行って。で、1周目、まあ、そのリスナーさんと回って。で、その3日後ぐらいに、今度彼女とね、もう1周回ったんだけど、みんな、たたりって信じる方。例えばなんか悪いことあった時に、わあ、それ、これたたりだわ、みたいな。こないだ、罰当たりなことをしちゃったから、そのたたりだわ、みたいな。って思う人、思う方かな、みんな。俺ね、そんなにそういうの、信仰深くなくて、まあ、どっちかっていうとさ、俺、クリスチャンだから、なんだろう、まあ、能登半島っつったらさ、まあ、神社とかいっぱいあるわけですよ。お寺とかね。まあ、お寺で、なんか、こう、変なことしても、なんか、罰が当たるとか、そんな思わないタイプなんですよね。あ、みんなし、うん、信じない方なんや。そうそうそう。ほいで、俺も全然信じてなかったの。でも、リスナーさん結構信仰深い人で、で、まあ、二人でさ、まあ、能登半島一周で、まあ、最初の目標地点が輪島っていうところだったのね。で、輪島行くまでに、こう、いろんなルート回りながら行ってたら、まあ、滝があったのよ。あれ、この先滝ですよ、みたいな。で、俺、滝を見たことなくて、人生で。その、ちゃんとした滝をね、見たことなくて。おー、なんか見たいなと思って、滝見に行ったんよ。で、まあ、滝を見るまでに、車を止めなきゃいけないスポットみたいのがあって、そこに車止めてたよね。で、まあ、滝見るぐらいだからさ、もうパパって帰ってくると思って、普通にエンジンかけっぱで、まあ、もうすぐね、車乗れる準備をしたまま、二人で車降りて、で、歩いて滝の方まで、行ったんよ。で、まあ、本当に滝があって、まあ、滝行するぐらい本当に立派な滝があって、わあ、こんなんやな、つって、わ、すげえ綺麗だな、みたいな話を二人でしてて、で、その滝の前になんかお堂みたいのがあったよね。わかるかな？お堂っつったらわかるかな？まあ、お寺とまでは言わないけど、その家主さんが、なんて言うんだろうな、お祈りしそうなとこがあって、で、すっげえ落書きされてたのね。バカとかクソとか死ねとか、まあ変なお客さんが来たんでしょうね。そのお堂がすっげえマジックでさ、めっちゃ落書きされてて、わ、汚ねえお堂だなと思って。で、滝見た後になんかすげえ気になったから、もう俺中ガラガラって開けちゃったのよ。誰もいないの確認してね。あ、誰もいねえと思って、ちょっと中どうなってんだろうと思って、ガラガラ開けて、で、あ、なんもねえわ、空っぽだわ、つって、なんだつまんねえもん、つってガラガラって閉めた。したら、リスナーさんめちゃくちゃ信仰深い人だったから、そのガラガラって開けてる俺の姿を見て、ちょ、ハルさんみたいな。何してるみたいな。ダメよ、それみたいな。あ、すいません、つって。あ、そういうの結構気にする人ですか？そういうのあるから、つって。ダメよ、言うて、まあ、一応何？鳥居のところで二人で、まあ、お辞儀して、ありがとうございました、つって、まあ、車戻ろうとしたの。したら、車の中に、何匹いたのか分かんないんだけど、50匹ぐらいかな。50匹ぐらいのアブが車の中に入ってて、フロントガラスのところにアブがブワーいて、で、最初俺なんか外に張り付いてると思ったのね。うわ、外にアブめっちゃ溜まっとるやんと思って、まあ、棒でさっさってやろうとしたら全然吐けなくて、もしかこれ中にいません？つって。で、案の定中にいて、で、うわーなって、どうするよこれなって。で、まあ、とりあえずさ、頑張ってこう、まあ、多分、あったかいところに集まるって習性がね、あるらしいじゃん。おいで、まあ、俺窓開けっぱでさ、こう、滝の方見に行っちゃってたから、まあ、エンジンかけっぱだったし、窓開けっぱだったから、まあ、多分、アブもあったかいところ行きたいっつって、まあ、ボンネットのね、内側に、こう、まあ、車の中入って溜まってたんよ。まあ、一匹一匹、もう、男二人、もう汗、だらったら垂らしながら、こう頑張って格闘して、まあなんとか、こう虫が全部いなくなったから、よっしゃ、二人で車乗って、もう急いで出ようっつって、出て、で、まあ、いや、今のやばかったっすね、みたいな話してて。で、まあ、リスナーさんはさ、信仰深い人だったから、いや、だからカルマですよって。ハルさんがあそこをバー扉開けたから、神様が怒って、車の中に虫がいっぱい入ってきたんすよって。
だから良くないっすよああいうのって。でまあ別にさ、その理論上なんとなくわかるじゃん、エンジンかけっぱだし窓開けっぱだったから、いや別にそんなカルマとか関係ないっしょ言って、でそのリスナーさんとの旅は、まあ、無事っていうか、まあそういうハプニングはあったけど無事終わったんよ。で2週目俺彼女とね、まあレンタカーまた借りて、でルートも全く同じ、まあ彼女にこういいスポットを紹介したかったから全く同じルートで2周目こう走って、でね滝があるわけじゃん、桜滝って名前なんだけど、桜滝ってところにまたこう滝を見せに行きたかったから、同じルートで案内してまた同じところに車止めて、でまあ滝見に行ったわけよ2人で。で、あ綺麗だねってなって、で2人で写真撮って、でまあ今度はもうエンジンもガッツリちゃんと切って、窓もパー閉めて、もう絶対にアブが入らないっていう状況を作って準備万端で滝見に行って、で何事もなく車戻ってきた。ほいで車見たら、でも案の定何もなかったのよ、アブもいないし、あやっぱりもう全然やと思って、で何がカルマやと思って、でまあ2人で車乗ったのね。でまあその滝見るまでにすっごい道が細くて、細道がまあ5分ぐらい続くんよ大通りに出るまで。でまあ細道こうゆっくり行こうぜっていう話してたら、急にね彼女が、ねえハルさんつって、ブレーキ効かないんだけどってなって、マジでアクセル、まあ、ちょっと踏んだだけなんだけどブレーキ全く効かなくて、え止まんなくねみたいになって、やばいやばいやばいって、え何ってそんなことあると思って、でまあ細道だったからもうとりあえずゆっくり行こうつって、本当にもう10キロとか10キロぐらいのスピードでとりあえず細道抜けて、で細道抜けたタイミングで、あブレーキ効くよつって、なんだたまたまかつって、で俺たたりの話を忘れてて、であそこで思い出したよ、はっと思って、ちょっと待って、いや実はさリスナーと回った時こうこうこうで扉開けて何もなかったわみたいな、ちょっと、まあ、罰当たりなことしちゃったよねつって、でその時アブがさ50匹ぐらい入っててと思ってっていう話をそう思い出して、その話してしたら、えマジでたたりじゃないみたいな、ハルさんやめてよみたいな話をしながら、まあ、その日もこう輪島目的地のね輪島に行くまでにこう、まあ、そんな話をしながら、まあ、怖かったねみたいな話して、まあ、向かってたよね。リスナーさんと泊まった時のホテルがで、まあ、めんどくさいからさ同じホテルだいいやと思って、その彼女とのホテルも輪島で、あそのもう俺知ってるからさ、こっち行ったらその部屋で、こっち行ったらお風呂あるよっつって、でまあまず部屋行って荷物置いて、でちょっと疲れたから俺先風呂入ってくるわっつって、でこっからマジで笑えない話なんだけど、大浴場入ってさ3人ぐらいいたよ、俺以外に3人いたんだけど、1人だけ湯船使ってて、残りの2人は体洗っててさ、でまず体洗うじゃん俺も、でよ左側に大浴場あって、あなんかおじいちゃん入ってんなと思って、でもなんかすっげえ変な入り方してたのおじいちゃん、頭までこう湯船に浸かりながらすっげえリラックスして入ってて、うわなんかこっちのおじいちゃん入り方ファンキーだなと思って、でまあ俺以外の2人も体洗い終えて、まあ同じタイミングぐらいでね湯船こうバン入って、でもなんかすっげえ気になるじゃん、なんか変な入り方してるから、だからちょっと気になって肩ポンポンって叩いたの、したら全く微動だにしなくて、全然笑えない話なんだけど、おじいちゃん死んでたんよね。急いでフロントに電話して救急隊呼んで、AED バーンつけて心臓マッサージして、いやいやこれマジな話ね、いや歯でしょ、いや俺もその最初本当になんかぷかー浮かんでてすっげーリラックスしてるって思ってただけなんだけど、そうだから俺もうお風呂入って1分ぐらいだけどもうすぐバー着替えて出て、そうっていう、だからいや俺たたりとか信じない人なんだけど、いやなんか3回も変なこと起きるんだと、変って言ったらあれだけど、そんなこと起こるかと、いやまあたたりとか関係ないと思うけど、なんかタイミングがタイミングじゃんね、なんかそんな話もしてた矢先のことだったから、でこれリアルガチガチの話、マジの話、これでこれほんマジの話よ、1ミリも持ってないし1ミリも嘘ついてないから、そうっていうね話があって、ちょっと誰かにうわこの気持ち共有してえなと思って、いやしかもなんかねそのとっさにさ心臓マッサージのやり方とかも出てこんかったよね、
だからなんか、それがすげえ心残りというか、かなりこう、結構減らった、マジで。いや、なんかね、その、いや、最初に気づいてたらとかいう気持ちもあるしね。もしかしたら、こう、その、俺が体洗う前にさ、その変な入り方してるんだから、で、じいちゃんだし、まあ、もしものことを考えてさ、もう洗う前に最初に、こう、確認しとけば、なんとかなったのかもとかさ。で、まあ、男二人でこう、おじいちゃんをさ、まあ、湯船から外に出した後も、何していいかわからんくて、とりあえず体に水かけるとかやったけど、そういうなんか救護活動とかも、なんかね、もうちょいなんかできたらなとか、そういうのやるじゃん。高校とか中学で、そういう訓練みたいな、体験みたいな。実際そういうのが起きた時ね、まあ俺だけかもしれんけど、とっさに出ないんだなと思って。もう一人の人は気づいてなかったの。あ、いや、だからみんな怪しがってて、え、なんかこの人変だね。で、お互いなんか目合わせて、あれこれやばくないみたいな。もしかしてやばいやつみたいな。肩叩いたら本当に反応なくて、まっすぐさまフロント呼んだみたいな感じっていう話でございました。その後の旅行の雰囲気、なんとも言えなそう。いや、まあ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 、その後は、そうね、スナック行って。スナックハマっちまったわ。スナック楽しいな。いやでもさ、その話、まあ、最後笑えない話だったけど、結局何が怖えって、アブが50匹いたこととか、ブレーキが効かなくなったとか、おじいちゃんが倒れてたとか、そんな話よりも、リスナーさんと借りたレンタカーの、エアコンの、何風が出る入り口あるやん。入り口っていうか穴あるでしょ。あそこから未だにアブが出てくるっていうのが一番怖い。そして申し訳ねえ。次借りる人。やっぱさ、あったかいとこ好きなんでしょうね。だからどこが一番あったかいっつったら、特に中じゃん。車の中の中の中やん。わかる？言ってること。車の外のボンネットも暖かいけど、それよりも車の中のボンネットの方が暖かいでしょ。でもさらにそれよりも多分エアコンの風を送ってるその機械の本体のところが多分一番暖かいと思うから、多分そこが好きなんでしょうね。アブ50匹のうちの多分10匹わかんない、何匹が入ってるのかわかんないけど、未だにその穴の中にアブが出れずに、ね、でたまに出てくるプーンつって、あれつって、さっき俺ら全員出しましたよね、まだいるんですけど、どっから入ってきた。で、また一匹ずつ通して。で、10分ぐらい走ったら、またプーンって、またアブ出てきたって、うわーって。まだ開けてー。そう、走ってる最中もね、でもやたらなんか、歯音が聞こえるよね。ブーンって、どっかここかわからんけど。それが一番怖い。いつ出てくるかわからないって。キットさん、スパチャルやつ、樹脂松ってワードの知的好奇心くすぐる感じやばくね。いや、全然くすぐらないんだけど。樹脂松からの知的好奇心ないだろ。いや、最初はあったけどね、この人本当にゲイなのかなとかね、いろいろあったけども。怖いって。サディウスヤング？本当にいた？サディウスヤングかな？さっきリスナーさんから後ろにサディウスヤングがいますよって話だった。あれ？怖い。なんで？そんなことある？みんな今日寝るとき気をつけてな。たたりかもしれんで。終わります。お疲れ様でした。デルデッ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 デルデ